こんにちは、セイクレッドグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。セイクレッドグランドのシンボです。今回の動画ではレガシーのビルシュタインについて話をしていきます。私の兄が BP という方のレガシーを所有しておりまして、2リッターの NA なんですけれども、その純正ビルシュタインを数年前にオーバーホールしてほしいというふうに頼まれて、それを改造した話をしてみようと思います。こう純正ビルシュタインというものはオーバーホールができる型とできない形があって、これはできない形をしていたんですけれども、それを旋盤でちょん切ってネジ切り加工して、さらに部品を作ってオーバーホールが可能なように改造してみました。それを改造した際に減衰の特性も変更して乗り味を大幅に変えてあります。その話をしたいんですけれども、純正は以前のブログに書いたことがあるんですけれども、レガシーというかスバルっていうのは FF なんですけれども、横置きエンジンの FF ではなくて縦置き、まあ、縦といっても直四じゃなくてフラット4なので、長さでいうと2気筒の長さ、しかし縦置きのせいでミッションより前方にかなり長いオーバーハングを持っている車両で、そうするとですね、鼻先が非常に重い車両なんですね。それの純正を乗った感じだと、こう重い鼻先をどうやって動きを抑えるかを苦心して、メーカーもその設定に苦労しているというのがありありと感じられました。その特性を理解して踏まえた上でダンパーの調整を変更していって、具体的にはコンプレッション、縮み側のダンパーを割と抜いて伸び側は少し足すような形で、ダンパーがストロークが入るけれど伸びづらい、粘るような特性に変更してあります。特にやはりリア周りの伸び方っていうのは重要で、このリアの伸び方一つでハンドルの切るタイミングっていうものが非常に分かりやすくなったり分かりづらくなったりもします。これを教えてくれたのは、以前911の前後ダンパーのオーバーホールを依頼いただいた方が、ルノのルーテシア GT という車両に乗っておりまして、そのルーテシアがですね、非常にいいダンパーの設定をしていて、 FF なんですけれども、その鼻先の重さをあまり感じさせずにブレーキをかけてグッと前が入って、後ろが非常に良い適切な速度で伸びてくると、その伸び方でハンドルをどこで切ったらいいのかっていうことが、ドライバーがとても理解しやすい素晴らしい設定だというふうに思いました。そのダンパー自体はそれほど俗に言う一流メーカーって呼ばれるところではなくて、韓国のメーカーらしいんですけれども、一流メーカーが作らなくても設定、そのまとめ方が上質だと、やはり乗り味というものがかなり洗練された良いものになっていくというのを実感しました。このレガシーはそこまで詰めて作ってはいないんですけれども、知り合いの車屋さんに車検に出した時に、何か変わってませんか、ちょっと違いますねっていうのは、良いですねというふうにおっしゃっていただいて、私自身が変更したその塗り味というものにも自信を持つことができました。このようにですね、純正ビルシュタインというものはオーバーホールできないものもあって、それを仮に今回写真で見せているようなオーバーホールできるように加工すると、まあ、非常に高価で高い金額になって、1台分で大雑把にダンパー単体で預かっても20万円というような金額になってくるんですけれども、社外品つけても硬い、だったら社外品わざわざ買わないで純正をどのように改造してオーバーホールして自分の好みに近づけられるか、そういったことをしてみたい、興味があるっていう方はぜひ相談いただければ、何かしら良い解決策を提案できるというふうに思います。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております。私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため、他にも動画を配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。